おはようございます。今日は私、専業 YouTuber ののの一日密着を撮っていきたいと思います。よろしければチャンネル登録お願いします。はい、準備終わりました。今日の予定なんですけど、いつも一日一日の流れをこんな感じでまとめてます。この紫色のが活動する内容です。で、今日やることがショート2本の編集とメイン2本の撮影、ショート6本の撮影です。今日はね、本数とかが多いので慌ただしい一日になるかなと思うんですけど、頑張ってやっていこうと思います。どっちかな、検証します。ミミミミ、取られてる今日ちょっと、はい、令和荘にとんでもないものを持ってきました。何ですか？これはですね、令和荘パワーアップに欠かせないものですよ。さあ、ということで見せたいと思います。こちら、令和荘に新たに導入するこちら iMac です。すごい、思ってる、本当に思ってないよねすごいちなみにこちら、はい、いくらだと思いますか？当時の値段で30万ぐらいですか？甘いよね。30万。はい、こちら当時買ったお値段150万です。高っ超ハイパーパソコンなんですよ、これ。すごい。そう、これで作ったらもうサクサクいけると思うんだよね。あの、マニマニは iPad で編集してたっけ？はい、確かそうだったと思う。なんかスマホか iPad でやってるみたいな。はい、だからそれだと令和荘の編集とか自分の編集結構大変だろうなと思って、はいはいはい、こちら共有のパソコンにしたいと思います。ありがとうございます。なので、はい、あの、これで令和荘の編集とかここでやってみんなに教えてもらってとか。なんでこれを使って今日、マニマニはいないんだけど、ノノとコタがこの後来るんだよね。はい、で、それでちょっと令和荘のね、編集も教えたいと思います。お願いします。はい、メインチャンネルの撮影で赤羽にやってきました。今日もたくさん飲んでいこうと思います。メイン2本目を取りに上野にやってきました。はい、ということで、ののはですね、5月1日から住んでるということで、はい、で、住み始めて2日目です。どうですか、住み心地は？めっちゃいいです。あ、本当に？はい、よかった。でも誰にも会わないでしょ。会わないです。やっぱそうなんだよ。令和その一期生二期生っていないんだよね、うん、レアなんだよね。だから逆にののがそのいてくれて、なんか令和荘っていうかシェアハウス感出るから嬉しいわ。はい、あ、よかったです。そう、常にみんないないのよ。誰かしらね、なんかいるシェアハウスを作りたいなと思ったんだけど、はいはいはい、みんな一人暮らしみたいな。そうなってさ。だからよかった、はい、そのバイトも辞めて来てたもんね、はい、今日はちょっとののね、あの、掘り下げというかねいろいろね、はい、聞いていきたいと思います。まず、はい、4月毎日投稿、はい、素晴らしい。ありがとうございます。達成おめでとうございます。ありがとうございます。どうだった、毎日投稿してみて？いや、仕事しながらだったんで、うん、結構大変だったんですけど、うん、まあでも見てもらえるっていうのが嬉しくて、あ、なんか今まで全然見てもらえなかったので、うん、だからやりがいがすごいありました。よかった。そう、だからそのさ、苦難の道をちゃんと知ってるもんね、うん、はい、これ当たり前じゃないっていう。そうですね、自分たちだって誰にも見られなかったけど、やっぱ令和荘に入ることによってその令和荘ファンの人が見てくれるっていう、はい、そこのありがたみっていうかね、当たり前じゃないってことを知ってるっていうのが素晴らしいっていうか、うん、いい経験だと思う。めちゃくちゃ感じます。ああ、よかったよかった、はい、ぜひ皆さんまだ、はい、ここにチャンネル出してくんでね、はい、概要欄に出してくんで、してない方はね、チャンネル登録してください。お願いします。で、2ヶ月目も毎日投稿継続ってことでね。はい、継続します。すごいわそう、本当無理はしないでほしいんだけど、うん、でもね、あのバイトやりながら達成できたんで、はい、やっぱ今は辞めてだからよりね、より時間使えるから、はい、そのペースを守って3ヶ月くらいはね、その毎日投稿できるとめちゃめちゃいいデータがたまるんですよ、はい、まず何が向いてて何が伸びてっていうのは動画上げないと分かんないよ、うん、だから初めにバーと量上げないとその後の成長がすっごい鈍化しちゃうの。へ、そのさ、毎日投稿で90本上げた人と、じゃあ週に 2,3 本上げれた人だと、その90本たまるペースが全然違うじゃん、うん、だから初めはもう全然伸びなくてもとにかく淡々と上げ続けるってのが超重要、は
だからね、まずはね、全然伸びなくても大丈夫だから、とにかく自分に何ができるのかっていうので上げるのすごく頑張ってていいと思います。頑張ります。いらっしゃい。はい、引っ越しました。マリマリが引っ越ししてきました。よろしくお願いします。そして早速料理をしております。そう、何ですか今日は。これは鶏そぼろですね。卵が高いんで、うん、ちょっと二色丼はできないんですけど、うんうん、一旦ね、アイリちゃんにご飯をね炊いていただいたのでちょっともらえるらしいんで。いや、もう全然食べてください。レイアウソのご飯はもう矢崎さんのおかげでタダですので。いや、本当にご飯は食べ放題です。一番大事。矢崎さん、ありがとうございます。ダイエットには不向きだけど、ただなので。確かに、量でも量をね、抑えれば栄養あるから。そうです、いっぱい食べてください。いっぱい食べます。はい、出来上がりました。できました、貧乏飯。美味しいはず。そうでね、ののももらってたね。あ、そうね、今日の夜ご飯は本当はじゃがりこの予定やってね。じゃがりこですよ。そうで、それがかわいそうなので、マニマニが作ってくれました。ちっちゃいおにぎり作ってくれました。優しい。みんなで食べよう。食べましょう。ちなみに私はもうほぼ食べちゃったんですけど。美味しそう。豚キムチ、はい、これはご飯2杯目ですね、うん、はい、こんな感じです。いや、めっちゃ美味しそう。食べよう。いただきまーす。髪の毛です。おー、豪快。うん、美味しい。ちゃんと味付いてるね。首かしげながらずっと味付けしてました。全然ご飯まだあるから、あれ、これ食べていいよ。普通に、あれ絶対作りすぎてるから、これ上の赤羽のみ終わりました。これからね、あの個人チャンネルの企画会議とかで手伝ってもらってる方とかに会って会議します。令和荘のみんなともお酒飲みたいな。なんかね、お酒飲むとね、仲がね深まるんですよ。お酒抜けた後にまたね、人見知りはあるかもしれないけど、結構ね深い話ができるから、みんなとお酒を飲む企画とかもやりたいなと思っています。あいりちゃん、お久しぶりじゃないか。お久しぶりです。すいません、読み出しちゃって。ごめんなさい、パジャマで。え、全然全然。今密着動画やってて、あ、うん、アイリちゃんと撮りたいなと思って。え、嬉しい。そっか、密着動画。え、どう、撮れてる？いや、なんか撮れてるんですけど、うん、これでいいのかなっていうのが。え、そう、自分も一番初めの令和荘の動画が密着やったんよ。はい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 、でもその時はアイドル密着やったから、はい、この家にいて密着じゃなかったんよ。はい、だからめっちゃ難しいと思う、家にいての密着って。そうですよね、うん、なんか私だけだと絶対需要ないなと思って。いや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 、アイリさんと思って。いや、令和荘誰もないやろ。そうなんですよ。入ってびっくりせんかった。みたいな。そうなんですよ。そう、ほんまにいない。なんか私がオーディションの時からすごい自宅に話しかけてくれてて、うん、めっちゃアイリちゃんいてよかったと思う。嬉しい。そう、なんかそのオーディションの時に話してた、あの辛いもの好きみたいな、はいはいはい、一緒に食べに行こうって言ってたやん、うん、けどその話も全然進まんなと思ってなんかもうお互い忙しすぎて、そう、会う時間がないっていう。ののとか毎日投稿してるし、はいはいはい、で私もなんか他のことしながら、うん、あの、まあ、一応週3本と、はい、ショートとかもプラスで撮れたらみたいな感じやってるから、うんうん、マジで合わへんよな。いやー、そうですね、うん、でも大変ですよね。ね、いろんなところにもお出かけしたいなって、したい、アイリちゃんと思って、ね、ね、もうこれからも仲良くしてください。いやいや、こちらこそお願いします。おかえりなさい。あ、こんにちは。おはようございます。今私の密着撮ってるんですけど、はい、やっとケントゥーさん帰ってきてくれたと思って。どうも、おかえりなさい。ケントゥーと言います。なんかなトランプする。どうする。今何してるんですか。今あのサムネ作ってました。え、何、マグナム飲みって何。あのワイン2本分をサイゼで飲むみたいな。え、うまいことしとるやん。やってきました。すごいね。え、それいつ行ったの。ここに引っ越してくる前です。あ、そうなんだ、はい。結構ため撮りしてるんや。めっちゃしてます。へ、いいね。2週間ぐらい。すごい。今度一緒に行きますか、飲みに。お、行きましょう。絶対無理や。マグナム飲みにしましょう。絶対せえ。やりましょう。アイリちゃんも一緒に行きましょう。ごめん、ワイン無理。無理。まあでもなんかね、コラボ、ね、うん、やろう、はい、みたいな感じになってますから、はい、ぜひコラボしてください。ぜひ、はい、お願いします、はい、お願いします。じゃあこそ、お願いします。ありがとうございます。はい、失礼します。失礼します。
で、ちょっとね、これまだね、レイワソー視聴者は気づいてないと思うんですけど、ノノって一見クール、めっちゃクールに見えるじゃん。めっちゃアホなんですよ。多分ね、このギャップってめっちゃいいと思ってて、はい、多分初見の人から見たらなんかツンとしててクールな印象絶対持たれる。あ、言われますね。じゃん、はい、だから一見なんか距離感じると思うんだよ、うん、見てる人も。でも安心してください、いいギャップでめっちゃアホなんですよ。そのギャップは強みだなと思って、はい、今の日本の首相の名前わかる？安倍さん。なかなかいいでしょ。いい逸材ですね。あ、違うわ。うん、麻生さん、麻生さん。いい人材入ったんですよ、令和さんは。麻生さんか。違いましたっけ。違う、ちょっと前ですね。あの、令和出した人、令和で菅さん。菅さん。ちょっとアップデートされてないですね、首相が。あ、でも合ってますか。合ってます。合ってないです。全然合ってないです。もともとは首相だったけど。そうですよね。あの、今は全然違います。あ、誰でしたっけ。このキャラクターは強み、めっちゃ強みだと思うから、うん、どんどんもう隠さず出していった方がいいと。なんかコトさ、常識クイズみたいなのある？常識クイズ、うん、中央の方でね、出てますからね。じゃあ、今の年号、令和何年か。それはもう、いや、わかりますよ、それは。それはわかる、それはわかる、それはわかる。3です。え、そうだっけ、令和5じゃない？5っすよ。5で、やばい。やばい、やばい、え、5ですか？5じゃない？そう、ちょっと調べて。調べますね。こう自信満々で、あれはわかりますよって。5年。逸材がいましたね。そんなの知ってますよって言って堂々と。皆さんぜひののね、チャンネルもうすぐで収益化できるんだよね。はい、もうすぐで。なのでぜひ、何人来たい？今1200人ぐらいだね。はい、2000。はい、ぜひ今頑張って毎日投稿してるんで、ぜひ今チャンネル登録して2000行かせてあげてください。お願いします。はい、ということで引き続きね、レイワソー何でもね、周りの人とか俺とかに相談して、はい、10万人一緒に目指していきましょう。はい、ケントゥ先生、なんかののにアドバイスをしてくださってますね。はい、できない。このさ、見て、このさ、この名がさ、この白いお皿とちょうど被ってるのよ。うん、こう引きで見ると、こうあんまこう文字読めないかもな、うんうん、みたいな。そうですね。そう。だから、まあ、ちょっと周りなんか入れようかな、みたいなことを思ってましたね。そうだよ。ここ今いる3人、みんな同じソフト使ってるから、教えられるっていう。まあ、これだと濃いじゃん。はい。まあ、ないよりは、うんうんうん。ほんとちょっと。これだとさ、もうなんか、のっぺり、うんうんうん、これがあってもいいのかなみたいな、もっと濃くしてもいいけど、うんうん、もうそれは好みかな。あざす。編集のチェックを一応これが終わってる。これ声が小さいね。で、共感した方がなくていい。うん、撮りたいのが、うん、これこの人のが、うん、登録者少なくて、うん、おめっちゃ撮れてて、ほんまや、いいじゃんいいじゃん。あと15分で新しい動画が上がるので、昨日ね、返しきれなかったコメントとかを返していきます。動画が上がりました。私も見ていきます。皆さんこんにちは、ののです。早くもコメント来てるので返していきたいと思います。マニマニが一番だ。いつも皆さんコメントありがとうございます。めっちゃ嬉しいです。コメントめちゃくちゃ励みになるので、これからもぜひよろしくお願いします。ということで、令和荘の動画作り方講座、ちょっとマニマニはねいないんですけど、また後日伝えるんですけど、ちょっと今日は2人にね、教えたいと思います。お願いします。お願いします。はい、令和荘の動画で一番大切なのは何でしょうか？はい。はい。ツッコミ。おー、いいとこ気づきますね。確かに、令和荘ツッコミがおもろいっていうのは、結構みんなに言われますね。あれは、初めてやったとき苦戦しました、ね。あ、本当に。めちゃくちゃ難しかったです。意外と、編集ってツッコミなんですよ、うん。編集でツッコむことによって、この動画撮影してる場所と、その視聴者を見てる側の温度差をなくすっていうか、うん、内輪にならないんですよ。
こっち側でわーってやってて、で視聴者置いてけぼりになっちゃうパターン結構あるんだけど、ツッコミすることによってそれが橋渡しになるんだよ。だから思ってたことを視聴者がそれそうだよねって思ってたことを編集で入れてあげることによって架け橋になるっていう。だからそのツッコミで視聴者がこここう思ってるだろうなっていうのを入れて笑いを取るっていうのはめっちゃ重要なんですよ。だから意外と動画の中ではもううちわでバーって盛り上がっちゃっていいんだけど、編集でそれを噛み砕いて伝えてあげるっていう、うん、なので正解ツッコミ重要です。おめでとうございます。はい、続いてのもさん、わかりますか？切り替え。ああ、でも素晴らしい。そう、あのね、最近ちょっとね少なくなっちゃって、企画だけが一本ってなってたんですけど、うん、初期に戻ってやっぱ令和層って日常が重要なんですよ、うん、企画だったら他の YouTuber でもおもろいことやってるし勝てないんですよね、うん、そう、他の人気 YouTuber だったら企画強い、そしてキャラクターもあるっていう。だけど令和層の強みって YouTuber のシェアハウスで日常が撮るってことなんですよ。他の YouTuber で共同生活しないじゃん、うん、でも令和層だったらその YouTuber の素の顔が見るっていう、はい、で一番は日常がみんな見たいはずなんだ、視聴者のみんなは、うん、だから今後ね、そのコタも令和層担当として入ってくれてるんで、で頻繁にねここに来てくれてるんで、そういったね日常の様子を切り取って動画に入れてほしいっていう、はい、だからこうなったら良くないっていうのが、企画の結果を気にされたら間違ってると思って、例えば前のあの激辛をやったじゃん、はい、うん、あの時に1位誰か決めてほしかったって来てたと思うんだよね、はい、そうなってたら令和層らしさがないってことだと思って、うん、結果を気になっちゃってるっていう、うん、そうじゃなくてみんなのそのわちゃわちゃしてるそういった日常とかが見たいってならないと、企画の結果を求められてるっていうことはそれは他のチャンネルでもできちゃう、うん、だからうわ全員良いんかい、いやでもわちゃわちゃして楽しかった、これが令和層っぽいよねっていう方に行かないため、うん、企画で勝とうとしちゃいけない、はい、それよりもみんなのわちゃわちゃの日常で見せる、うん、これがめっちゃ重要です。でもね、その2つめっちゃそうその通りツッコミとその日常での切り替え、うん、1つの企画だけで1本作るんじゃなくて、そういうふうないろんなシーンが詰め込まれてるんで、うん、だから見終わった後に1本の映画を見たような満足感になってくれたら、うん、やっぱまた見たいっていう、はい、で前の動画の時にもあったんだけど、やっぱ基本楽しい動画、厳しいシーンっていうのはそれはねもう必要な時には入れる必要あるけど、基本はやっぱみんな楽しい動画、やっぱりみんなね切磋琢磨して頑張ってる様子とか、あとは楽しんでる様子とか、それを中心に作り上げる。でも、やっぱりね必要な時、視聴者に説明しないといけない時とか、やっぱこれはこうだよねっていう伝えるのは、たとえね重苦しくなったとしてもやっぱ伝えなきゃいけない、うん、やっぱそれは令和層を続けるためで必要なんで。でも基本は特になかったらもう楽しい、もう緩い。でもその前提はやっぱみんながちゃんと頑張ってるから緩さが成り立つっていうのはあるんで、うん、何もやってないでみんなただ緩い動画だったら、やっぱ見ててもなんかメリハリがないっていうか、うんうん、やっぱみんなそれぞれ YouTuber で頑張って、その上でなんか緩くやってるっていうのが多分理想だと思うんで、はい、まあ、そこを意識して作ってもらえればなと思います。はい、はい、お風呂入ってきてちょっと時間あるんで、残ってる編集と YouTube のネタ探しをしていきます。皆さん最後まで見てくれてありがとうございます。現在私は週5日で活動していて、ざっとこんな感じのルーティンになっています。まだまだ視聴者の方全員に認められてるわけじゃないってことはすごく分かっていて、だからこそ今自分ができる全てのことを一つずつやっていこうと頑張っています。先月に引き続き今月も毎日投稿は続けていて、まずは1万人登録者を目指して頑張っています。なので令和っ子の皆さん、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。本当に本気で YouTube で伸びていきたいと思っているので、まだまだ始まったばかりですが、これからも応援していただけると嬉しいです。明日からも引き続き頑張っていきます。それでは、おやすみなさーい。